七尾線。七尾線は、石川県河北郡津幡町の津幡駅から、石川県七尾市の和倉温泉駅に至る、西日本旅客鉄道、JR 西日本の鉄道路線、地方交通線である。IR 石川鉄道線、旧北陸本線から分岐する路線で、能登半島南部を縦断する。もともとは、道半島北部の安島駅までの路線であったが、 1991年に、和倉温泉駅以南が電化され、非電化のままとなった、和倉温泉駅和島駅間はのと鉄道に移管された。また、七尾駅、和倉温泉駅間 5.1km は、のと鉄道を第二種鉄道事業者とし、特急列車は JR 西日本が普通列車のと鉄道が運行している。なお、 和倉温泉駅北の能登鉄道七尾線は JR 西日本が第三種鉄道事業者、能登鉄道が第二種鉄道事業者である。また、七尾駅七尾公駅間の貨物支線も存在したが民営化前に廃止されている。津幡駅で IR 石川鉄道線と接続しているが、方通駅付近で天井側をくぐるトンネルの絶縁の問題などを考慮し、 交流電化の IR 線とは異なる直流電化とされ、IR 線との接続地点付近にデッドセクションが設けられた。よって、全列車が交直流電車で運転されている。2015年3月14日の北陸新幹線長野駅金沢駅間の開業により、並行在来線区間にあたる北陸本線、金沢駅、名越駅間は、IR 石川鉄道等、 IR 石川鉄道は、金沢駅栗原駅間に、経営分離されたが、並行在来線に当たらない、七尾線は経営分離の対象とはならず、新幹線開業後も引き続き JR 西日本が、運営する。これに伴い、七尾線は、JR の他の路線に接続しない完全な、飛び地路線となった。IR 石川鉄道が管轄する津端駅を除き、 全区間を JR 西日本金沢支社の七尾鉄道部が管轄している。IR 石川鉄道が管轄する津端駅を除き、愛子家をはじめとする IC カードは単体では使えない。誤って IC カードで乗車した場合は、車内または着駅で全額現金で運賃を支払って証明書をもらい、IC 対応駅か、宇野木、白衣、七尾、 枠浦温泉駅で初駅取り消しを行う。北陸新幹線の金沢開業後は、金沢駅等に乗り入れる特急を全て廃止する方針を示していたが、石川県の要請を受けて、2014年1月28日に、6往復は維持したまま、うち1往復、特急、サンダーバードは、大阪駅直通とし、残り5往復を、 金沢発着のシャトル列車とすることが JR 西日本から発表され、同年10月7日に後者のシャトル列車の列車名を特急のトカリ日に決定したと発表され、2015年3月14日より運行を開始した。また、同年7月7日に金沢発着の観光列車として特急、花嫁の連が土休日及び多客機に往復運行することが発表され、 2015年10月3日より運行を開始している。北陸新幹線の金沢開業直前までは、特急、サンダーバードが4往復、L 特急、白鷺が1往復、特急、白鷹が1往復運転され、北陸本線、当時と直通運転していた。現行の6往復と運転本数に変動はないが、特急の運転間隔は見直され、和倉温泉駅を 特急、サンダーバード36号が発車した直後に特急、白二21号が発車するダイヤは廃止されている。2004年3月13日から、朝ラッシュ時に、七尾駅金沢駅間で特急、オハよーエクスプレスが運転されていたが、2010年3月13日のダイヤ改正で廃止された。このため、特急、サンダーバードの上り始発列車、下り最終列車が、 宇野木駅、高松駅、両川駅に停車することで補われ、北陸新幹線の金沢開業以降は、上りの特急が、のとかがりび2号、下りが、特急、のとかがりび7.9号に引き継がれている。かつては、金沢駅からのと鉄道に直通する急行、のとろが運転されていたが、輪島方面直通が2001年3月3日。 鈴方面直通が2002年3月23日のダイヤ改正で廃止された。能登鉄道の移管前は上野駅と金沢駅を結ぶ急行、能登が七尾線は島駅まで休日を中心に延長運転されていたが1991年2月23日限りで運行を終了した。また七尾線が電化される前の一時期には大阪駅金沢駅間で L 特急、雷町に併結されて運転される機動車の特急、ゆウトピアワクラが、七尾線へ乗り入れていた。津端駅、ワクラ温泉駅間は、割安な B 特急料金が適用され、営業キロが 51km 以上でも、お得な特急料金により 50km までと、同額に抑えられている。特急予定期券、パスカルも、同様に設定されている。 2015年3月13日までは、同様に、金沢駅津田駅間も B 特急料金の区間であったが、特急料金の例外は設定されていなかった。北陸新幹線、または北陸本線 IR 石川鉄道線、七尾線間の運賃、料金は通過連絡運輸が設定されている。ただし IR 石川鉄道線内は、グリーン料金の設定がない。また、 金沢駅で当日中に北陸新幹線から七尾線特急に乗り継ぐ場合と七尾線特急の乗車日の当日または翌日に北陸新幹線に乗り継ぐ場合は七尾線の特急料金に対して乗り継ぎ割引 IR 石川鉄の特急料金は無割引を適用することができるさらに2015年3月14日 乗車分から改札口を出ないで当日中に、金沢駅で北陸本線特急との乗り継ぎとなる場合、枕温泉駅湖西線大阪駅間、前原経由は対象外で投資の特急料金、全区間 A 特急料金で計算投資のグリーン料金を適用することができるようになった。津幡駅から金沢駅までの特定の列車による折り返し区間外乗車、かつての特急、 白鷹が該当していたと、文京駅を通過する列車に乗車する場合の特例は、この区間が IR 石川鉄道経営移管されたことにより、廃止された。七尾線の普通列車は、ほとんどが七尾駅発着で、すべて金沢駅まで乗り入れている。区間列車として、金沢駅高松駅間の系統がある。この区間系統は2015年3月14日の、 北陸新幹線の金沢開業に伴う改正で、朝の一往復の運転日が平日、土曜日のみから毎日運転に変更され、また、金沢発の始発列車と東京発最終の輝きに接続るため、朝5時台と夜23時台に一往復増発された。これによって、最終列車の時刻が繰り下がって、翌日にまたがるようになり、始発列車の時刻が繰り上がった。 日中時間帯は1時間あたり1本程度が運転されている。以前はラッシュ時に松東駅、三河駅、小松駅まで直通運転する列車が設定されていたが、2014年3月15日にこれらすべての列車が系統分割さ普通列車は金沢駅発着に統一された。電車がワンマン運転に対応しないため、中津畑駅、 特大駅間の無人駅、夜間無人駅になる駅も含むでは、車掌が切符の回収や定期券の改札を行うことがある。2010年3月13日のダイヤ改正までは、金沢駅七尾駅間で、快速列車も設定されていたがすべて廃止された。廃止日、前日時点での停車駅は次の通りであった。七尾駅、和倉温泉駅間では、 JR 西日本の普通列車は運転されておらず、JR 西日本の七尾駅以南、白衣方面に直通する普通列車は運転されていない。すべての普通列車が、能登鉄道の列車として能登鉄道の車両で運転されている。七尾駅能登中島駅間で夜間に一往復の区間列車があるほかは、すべて、七尾駅穴水駅間を通しで運転している。 JR 西日本との都鉄道の直通列車については、七尾線部分廃止後も、快速、のとふるさと白号、金沢駅穴水駅間などの臨時列車で運転された実績があるほか、北陸新幹線開業による二次交通の充実化、利便性を図る実験として、2011年9月24日25日に2両編成の軌動車で、金沢駅穴水駅間で1日1、 往復運転された。原則としてワンマン運転が実施されているが、観光列車、のとさと山里会合、カジュアルコースにはアテンダントが乗務している。なおカジュアルコースは普通車両を連結している場合でも、沿線アナウンスなどは観光車両のみ流れ一般車両は通常、放送のみである。そのため、観光目的で、 徐行や停止などする場合でも普通車両では詳細を知らされない。特急、のとかがり日の列車番号は3000番台が不番され、下りが 3001M から始まる奇数、上りが 3002M から始まる偶数となっている。特急、花嫁の連の列車番号は8000番台が不番され、 下りが 8011D から始まる奇数、上りが 8012D から始まる偶数となっている。特急、サンダーバードの列車番号は、金沢駅で列車番号を変更し、IR 石川鉄道線内と七尾線内は、北陸本線内の列車番号から2000を差し引いた2000番台が使われる。L 特急、白鷺と特急、 白鷹の列車番号も3000番台が使われていた。いずれも金沢駅で列車番号が変更され、L 特急、白鷺は単純に3050を足した列車番号が使われていたが、特急、白鷹は金沢駅越後湯沢駅間とは奇数、偶数が逆転した独自の列車番号が使われていた。金沢駅 j r 七尾線。 高松駅発着を含む間の普通列車の列車番号は、上りが 820M、下りが 823M から始まる番号が、運転区間に関わらず、順番に不番され、かつての小松駅発着を含めて、直通先でも列車番号の変更をしない。ただし直通先の一部区間で、曜日運休する場合は、その運休となる区間については、 七尾線の列車番号に線を足した番号が使われ、かつての三河駅、松東駅、金沢駅間。七尾駅引くのと、鉄道七尾線間の普通列車の列車番号はのと、鉄道の不番規則に従い、上りが 120D、下りが 121D から始まる番号が、運転区間にかかわらず、順番に不番され、観光列車、のと里山里会合に変更して運転される場合や、 併結して運転される場合がある。普通列車は500を足した列車番号が使われている。普通列車として運転せず単独のダイヤで運転される観光列車、のと里山里会号は、ゆったりコースは、号数に600を足した列車番号が、カジュアルコースは、号数に7600を足した列車番号を使われている。特急、このとかがり火の一部と、 サンダーバードはグリーン車指定席を連結した6両編成で運用されている。特急、のとかがりび2号7号のみ、グリーン車なしの3両編成で運用されている。特急、のとかがりびも、特急、サンダーバードも、普通車の一部には自由席が設定されている。特急、花嫁の連は、全車指定席で、グリーン車なしの2両編成で運用されている。特急、 のとかがりび、サンダーバード、花嫁の連すべてが、全車禁煙席で、喫煙ルームも設置されていない。2010年3月13日より、特急、サンダーバードの運用が3両編成から、グリーン車連結した6両編成に変更されたのに、対し、L 特急、白鷺と特急、白鷹は、七尾線内の廃止直前まで、グリーン車なしの3両編成のままであった。 特急、白鷹は JR 西日本所属だけでなく北越急行所属の車両の乗り入れもあった。特急、サンダーバードの普通車指定席の一部、3号車の一部には女性専用席が設定されている。この特急、サンダーバードは折り返し特急のとかがり火として運用されるが、特急のとかがり火には女性専用席が設定されていない。 観光列車、のと里山里会号は、運転日が、土休日中心の、ゆったりコースは、全車指定席で、すべて2両編成で運用される。水曜日を除く平日を中心に運転される。カジュアルコースは1両編成で利用され、単独で運転される場合と普通列車と並結して、運転される場合がある。カジュアルコースは、全車自由席ではあるが、乗車制理券が必要である。 この他に、穴水駅七尾駅間で送り込みを兼ねた、穴水発七尾駅の普通列車が、片道のみ設定されており、追加料金なしで利用できる、アテンダントによる、案内、サービスはない。津端駅七尾駅間は原則として3両編成で、運用されているが、朝夕のラッシュ時には6両編成で運転される、列車もある。七尾駅、枕温泉駅間は原則として1両編成で、 運用されているが、朝夕のラッシュ時には2両編成で運転される列車もある。415系は2001年3月3日の改正まで急行、のトロとしての運用も存在した。客用ドアの開閉は通年で、押しボタン式の415系と NT200 型は、押しボタンによる半自動ドア扱い、押しボタンがない413系は手動による半自動ドア扱いとなる。 ただし、観光列車、のと里山里会号、カジュアルコースと並結される n p 2 0 0系の普通列車は半自動ドア扱いを行わない場合もある。なお、413系が北陸本線、主に金沢駅、直越駅間で定期運用されていた時代は、当期12月1日から3月31日のみ、主導による半自動ドア扱いであった。 前述のように、津幡駅付近にデッドセクションがあるため、電車では、高直療用車両のみが乗り入れ可能で、デッドセクション通過中は415系も413系も非常等のみ点灯する。2011年の東日本大震災における、国鉄型電車の車両部品不足の際、521系電車の乗り入れも検討されていたが、部品調達の目途が立ったため、立ち消えとなり、 2012年3月現在、道路線内での営業運転が行われた実績はない。なお、521系は、デッドセクション通過中も消灯しない。415系、電車800番台の車体塗装は、上半分を、先頭シャワーを、中間車は、ピンクとし、下半分を、グレー、境界に、白帯という基調になっていたが、2010年2月から、順次、 輪島塗りをイメージした赤色一式に塗装変更された。413系も7尾線で定期運用を持つようになってからも、しばらくの間は北陸地域色、または青色単色塗装のままであったが、2015年4月から順次7尾線で運用されている415系800番台と同じ輪島塗りをイメージした赤色一式に塗装変更された。 2011年から415系の2012年から NT200 系のラッピング車両が順次登場している。七尾線の普通列車の旅客流動は和倉温泉駅に向けて駅ごとに減っていく階段状のパターンになっていてラッシュ時は河北市近郊から金沢市近郊で特に混雑する。 2007年11月13日における七尾線の旅客流動は以下の通りである。2012年5月29日には鉄道利用調査が石川県と富山県によって合同実施された。各年度の平均通貨人員及び旅客運輸収入は以下の通り。七尾線は国が建設すべき鉄道を記した鉄道布設法に 北陸線の一部として盛り込まれた。後に北陸本線となる部分は第一期予定線に編入されたが、七尾線となる部分は編入されなかった。一方、1897年には七尾港が特別輸出港の指定を受け防衛港となるが、この指定は一定量の輸出量を維持ができなければ取り消されるため、金沢など加賀地方からの貨物を集める目的で、 地元の選手などが出資して、七尾鉄道が設立され、翌年開業した。七尾線は、この七尾鉄道を鉄道国有法によって、国有化したことを端緒とする。七尾から先は、国鉄の手で建設が進められ、部分開業を繰り返しながら1935年までに、輪島駅までの全線が開通した。半世紀ほど後の1987年からは、 七尾線電化の議論が活発化する。JR 西日本と地元自治体との交渉の結果、津端駅、和倉温泉駅間を電化し、和倉温泉駅北の経営はすでに、野戸線の営業を引き受け返していたのと鉄道に委ねることとなり、1989年に津端駅、和倉温泉駅間の電化と、和倉温泉駅北の運営方式の変更を運輸省に提出し、 2年後の1991年に、電化、転換がなされた。その後、能登鉄道に引き継がれた区間のうち、乗客減少のため2001年に、穴水駅和島駅間の第2種、第3種鉄道事業が廃止され、現在に至っている。便宜上、全列車が乗り入れる IR 石川鉄道線、金沢駅からの区間を記載する。IR 石川鉄道線内の貨物駅は省略する。 仙内の駅のうち、津幡駅が、IR 石川鉄道直営駅、共同使用駅、白井駅、七尾駅、和倉温泉駅の3駅が、JR 西日本直営駅、宇野木駅と高松駅が、JR 西日本金沢メンテックによる、京務委託駅、本津幡駅、宝通駅、野戸部駅、両川駅の4駅が簡易委託駅、残りの10駅は、無人駅である。 列車到着メロディーは、津た駅を除く全駅への設置が完了している。一部の駅を除き、列車接近の案内音声の後、春期は、春の小川、夏季は、我は、海の子、秋季は、もみじ、冬季は、雪が列車到着前より流れるようになっている。和倉温泉駅では、和倉温度が流れる。2015年4月には、七尾線の駅のうちの七駅、七尾駅、 の戸二宮駅、両川駅、の戸部駅、金丸駅、白井駅、宇野木駅で列車到着メロディーが人と不可視の楽曲花水木に変更された。1991年よりの戸鉄道に移管された区間 JR 西日本は第三種鉄道事業者として引き続き施設を保有。下記の内穴水駅和島駅間は2001年に廃線となった。 この区間の現状についてはのと、鉄道七尾線を参照。内は七尾駅からの営業記録を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。